さあお待たせしました。リポート9のクイズですね。答え合わせをしていきましょう。7位は何が入ると思いますか？ちなみに今日スペシャルヒントがあったんですか？欲しいです、スペシャルヒント。花びらじゃないんですか？でももしかしたら違うんですか？え、スペシャルヒントって何ですか？なんとおゆい様からお手紙でした。さやちゃんへ、リポート9調子はいかがですか？きっと絶好調なんだろうな。スタッフさんからもらったヒントが桜関連、珍しいとのことだったので、私の予想は中心ですと。中心、綺麗な字で書いていただきましたよ。花びらの中心はもう赤くなってきた。アイリンさん、ゆかりんさんも言ってたよと。では頑張ってね、ゆいよりと。かわいい、このお手紙、あれ嬉しいですね。へえ、こんな感じです。アイリンさん、ゆかりんさんもそう言ってたよと。ということで、これはもう信じるしかない。中心ですね、これはきっと。で、字うまいですよね、ゆいちゃん。素敵な字なんですよ。中心ですね。じゃあ確かに中心入ってたんですね。中心入ってない。あ、中心入ってないね。ちょっと選ぶのはあれですけども、ですよね、中心入ってなかった。え、これどうしよう、すごい良心が痛むんですけど、これで中心選ばないと。え、ゆかりさん選ばなかったんですか？あ、じゃあ自分を信じます。ゆいちゃんごめんなさい、アイリンさん、ゆかりさんごめんなさい。ということで、まあ花びらでしょう。ここは、まあ、勝負事ですので決めていきます。ファイナルアンサー、正解は花びら。じゃん。あ、ソメイヨシノなんですか？目が点になりました。あ、6文字入るんですね。まあ、確かに、まあ、この時期桜の開花の発表でしたり満開の発表があるから、ソメイヨシノって入れたくなる気持ちも分かりますね。中心でもなく花びらでもなかったんなら中心を選びたかったなって。どうせなら思いましたね。どうせ外れるんだったら中心が良かったなって思いましたね。中心っていう言葉がまずなかったんですよ。リポートが少なかったから、まあ、本来だったら もっとあったんですかね。あった場所もあったんですね。あ、なるほど、18時ぐらいにあったということでした。確かに暗くなると中心見えなくなりますしね。では改めてキーワードを見ていきましょう。